電話からですね、ひたすらお客様に電話してもらう家電対応、だんだん突っ込んでもらって失敗しまくってもらった人の方が開業してからの収益上がる人たちの方が多いんですね。そっちの方が。株式会社マクナスでは一緒に稼いでいくフランチャイズオーナーを募集しております。新規事業を探しているけど見つからない方、負けないフランチャイズを探している方、概要欄にある公式 LINE を友達追加していただくと加盟募集説明会動画をお送りしますので、興味ある方はぜひ概要欄へ。今回もですね、マクサス FC 加盟検討者からのよくある質問シリーズということで、今回の質問はですね、マクサスの研修プログラムが知りたいですと。加盟するってことは、はいどうぞやってくださいは無理じゃないですか。1ヶ月なのか2週間なのか分かんないけど、研修が必要だと思うんですけど、その研修はいつどこでどういう風に誰がどうやって教えるのかっていうのを聞きたいそうです。お願いします。どこでやるんですか。東京都の品川区ですね。本店の方で。本店さんの中で。中でやります。はい。何週間？1週間。どのタイミングで？開業2ヶ月前。その前にやることとかってあるんですか？例えば、古物市場見学行ってもらったりとか。古物市場って何ですか？古物市場は基本的には B2B のオークションになるんですけれども、売り手と買い主がいると思うんですね。そこのプラットフォームみたいなところですね。1枚です、いわゆる。1000円、2000円、3000円。はい、築地とかで。あ、そうです、そうです。それって誰でも行けるんですか？古物商を持ってるものであれば。でも持ってないですよ、みんな。なので見学という形ですね、最初は。見学はいけるんだ。見学いけます。ただ全ての地域ではないので、一度最寄りのところでお電話で確認してもらいたいなというところであります。その他なんか輸出業者、こちらも見学行ってもらったりとか、いろんなところに見学行くんですね。まず見学ですね。見てもらう、感じてもらう。見てもらうも確かにいっぱいありましたよね。そうなんです。YouTube で学習できるコンテンツっていうのを作ってまして、それも提供させていただく。何本あるんですか？50本ですね。10分動画の50本ありますね。なんで僕が答えてる知らない程度だ。誰が教えるんですか、マクサス研修は。それはもう僕たちスーパートップバイヤーが、スーパーカリスマエリートスゲーゾートップバイヤーが。そうですね、はい。誰が担当させていただいて。世間も出てこないんですか？最近出てこないです。あ、最近出てこないんだ。もう最近出てこなくなっちゃいました。あ、社長業に専念してバックアッパーで。二人がじゃあ教えるってことは、流派の違いみたいなのあるんですか、教え方とか。ちょっと違うと思います、ね、あ、聞きたい聞きたい。俺のやり方、お互いどうぞ。セキエモン流派、カンヌ流派があったとしたら、カンヌ流派の中に入ってきてしまうんですけど、俺から見ると、中村は細かく、細かいですね。概念からテクニックまでもう一貫して全部教える、みたいなイメージはありますね。セキエモンは、どっちかっていうと、気合、根性、概念、上の方のことをしっかりと教えるみたいなイメージがあって、僕はその中間にいる。うん、三者三様で、なんか、いいですね。指名もできるんですか？もちろん。嬉しいですね、先生。1週間って言うけど、何時から何時までなんですか？午前11時に事務所にお越しいただいて、研修自体は午後19時で終了、はいはい、そこから1日のフィードバックという流れになります。ちょっとした学校みたいな感じですね、もう本当に。そうです、1週間の、はい、東京でやるってことは、北海道でやる人も青森でやる人も沖縄でやる人もみんな東京に集まる、お越しいただく形になりますね。マンツーでやるんですか？マンツーです、基本的には。すごいですね、手厚いですね。1週間何やるんでしたっけ？大体どんなことを中心的にやるんでしたっけ？まず初日は考え方、まず業界の話です。丸一日座学です。2日目、ここから実際にお客様対応に入る。まず電話からですね、ひたすらお客様に電話してもらう家電対応。いきなりやるんですか？いきなりやります。体験してもらうと。体験してもらうと。そのフィードバックするのが一番身になる。うち体験型ですね。研修でこう教えるってよりかは、まずそこで体験してもらって、目の前でフィードバックをしてお手本を見せてっていうのがもう基本になってますね。研修系シミュレーションみたいな、まあ、あ、そう、実習みたいなイメージつきやすいですね。ちなみにそれも関右衛門の買取大学で動画になってます。なってるとこあるかもしれないですね。実際の映像が見たい方はこちらです。今後マクサス FC オーナー研修に挑まれる方にアドバイスください。初っ端体験させるので皆さんビビるんですけど、うん、そこでビビっちゃうんじゃなくて、ガンガン突っ込んでもらって失敗しまくってもらった人の方が、開業してから収益上がる人たちの方が多いんですね。そっちの方が最初からやる気満々で来ていただいた方が、うん、僕らとしてもやりやすいなと思うので、そんな気持ちでお願いします。同じ話だったんですけど、億劫になっちゃうと受ける方にとっても機会損失になるんですよね。その場でできない人っていうのは、一人になってもっとできなくなっちゃうので、僕らに見られてないので、臆せず覚悟を決めてやるんだ、この1週間だけはまず頑張ろうという気持ちでやってもらえれば、一人になった時もいけるかなと思うので、
根性論になっちゃうんですけど、そういった気持ちでぜひ来てほしいなと思います。マクサス FC オーナー研修申し込みたい方はどうしたらいいですか？概要欄に公式 LINE ありますのでチェック。すごく日本語が下手くそい今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。次の時代を担う僕たちが新しい時代について話していただきたいと思います。